当たる？来ました。超ちっちゃい、すんごいちっちゃいんですけど、アコウです。アコウかなり小さいですけど、今もうほんと今ちょうどあの晒しがあるちょっと向こう側、あそこにあの根があるんですよね。そこを攻めてボトムパンピングで出ましたね。ベイトフィッシュが結構入ってる時だったらホック系よりもフィッシュ系のワーム使ってスイミングでやった方が釣れるんですけど、どうもさっきからやるにボトムネチネチやった方が当たりは多いみたいなんで、とりあえずボトムからやってみます。でこれがですね、今テキサスなんですけど、これタングステン進化、やっぱタングステンの方がボトム感知能力も高いし、同じ重さでも小さくなるんで飛距離が出るんですよね。でそれにビーズ挟めて、ちょっとこれ自作なんですけどね、ちょっとこの大きな波動を出すためにブレード、コロラドブレードをつけてます。どうもブレードがある方がどうも超過がいいようなんで、僕はだいたいブレードをつけるのが多いですね、はい、サイズアップすればいいんですけど、はい。今度はね、これアルカジックから出る BM キープ7g ですね。まあそもそもこのもともとはボトムのチヌ用に開発されたやつなんですけど、ロックにも非常に使いよいんですよ。でホック系のこれがベイトブルスの模写ですね。これをつけてちょっと小型にしてやってみます。ちっちゃくて軽いものに変えると一発でした。ちっちゃくてすいません。手軽に遊べるライトロック、小さくしたら一発だったんですね。魚もちっちゃいです。ですね、スピニングタックルに変えました。で、これが 7g なんですよね。まあ、ベイトでも投げれるんですけど、やっぱりスピニングの方が安定した飛距離が出せるっていうのがあって、でさらにちょっとラインをですね、ベイトタックルの方が、1号巻いてるんですけど、 B でこっちはですね、0.65、糸が軽い分、よく飛ぶということで、リールはエバグリーンのオーパスですね。